おはようございます。今日はリバイバル公演なのでリバイバルメイクをしていきたいと思います。この前はね、市役所メイクだったからおはようございます。はい、リバイバル公演も残すとこあとね8回くらいらしいんですよね。あ、私は8回ですってどうなるんだろうリバイバルメイク、リバイバルメイクはステージだから結構濃いめで、はっきりとしたメイクで、市役所メイクは場所がそう市役所さんだからあんまり派手すぎないメイクだったの。なので今回はそのリバイバルメイクはちょっと派手に行くけど、まあでも開演まであと6時間ぐらい6時間半ぐらいあるからちょっと付け足しができるようにあんまりやりませんってなると市役所メイクになります。お買い物メイクしないよ多分。一人でお買い物するときメイクしない。はい、そうステージ映えメイク。タラララよいしょ。こんにちは、頑張ってますね、ありがとうございます。昨日お買い物したやつ、じゃじゃん、オールインワンジェル。なんかこれ塗るだけでいい感じに、オールインワンだからこれ一つで全てが整うみたいな。岩手県の天然水を使用したスキンケアシリーズ、天然潤い成分としてツボクサエキスとブドウ果実エキスなど4種のフルーツエキス配合で、キメの乱れや毛穴が気になるバランスを崩しがちな肌を整え、健やかな肌に導きますだそうです。岩手のお水からできてるそうです。なんかいい感じじゃないですか。書いてある言葉が。そう、私ね、ズボラなんですよ。ズボラ女子なのだから、その何これ、あ、お茶か。オールインワンとかだとすごい助かるんですよ。公園の部屋何時頃ご飯食べるの？もう食べたもうね、お昼食べました。お昼と朝は兼用夜ご飯はなんかどうだろう、大体食べるかな、先にそれを消費してから寝たいから先に食べることが多いですかね。そうね、本当はね朝ごはんも起きて食べた方がいいと思うんだよね特になんか学生の時とかはそうしてたんだけどね。でもさ、普通に3食食べてるとなんか太っちゃうんだよね。うん、私結構太る性格体質
太りやすい体質で今公園があるのと、あのその食2食にしてまだマシになったんですけど、でもたまに朝ごはんも食べますよ。NGT じゃなかったらもっと大量に食べてた。でもやっぱ人に見られるお仕事なので、そのなんか人と違う生活をしなきゃいけないんだなって思って、みんなが食べてるご飯の量を減らした方が アイドルらしい体型でいられるのかなみたいな。でももっと細いメンバーとかいるからね、全然私は甘っちょろい方なんですけど。あ、このスポンジ最高だ。新しいスポンジ買った。すっごいで、韓国のアイドルさんとかもっと細いですよね。もっともっと細い。すごいよね。よし、次は眉毛。私大体ね、あの公園ある日はもうドスッピンで行って劇場でメイクするんですよ。でも今日はショールームで、なんとなくメイク配信したい気分。そういえばなんかいつの間にかフューチャーデーなくなりましたよね。あるんですか？私が知らないだけかな。フューチャーデーねえ、ないよね最近ね。え、なんだ、クマのなんか厚着、ありがとうございます。よし、ないよね、ないなと思ってたら、よいしょ、お顔をお見せできるようになった。よいしょ。クマの厚着、いやなんかギフトがクマが厚着してた。よいしょ、かわいい、ありがとう。まだボサボサですが、
フィルター変えました。米販売ありがとう、ありがとう。起きたのはもう本当に何時だろう、ついさっき今起きてお昼ご飯食べて今に至る。公演の時間が遅くなったじゃないですか遅くなったらなんか結構遅起きでも大丈夫になって、結構遅く起きてます。でも昨日お部屋掃除するの忘れてた。こんにちは。体調はなんかちょっと声が怪しいぐらい、わかんない、みんなって気づくんですか私は、まあ、いつも自分が走ってる声だからこれにすごい違和感あるんですけど、みんなってこの声が私の声じゃないことってわかりますか。わかんないかな、画面通してだし、もしかしたらわかんないかも。あ、そうなんだね、仕事の帰りもね行けるように、いいことだね。あ、なんかエビギフトありがとうございます。ね、わかんないでしょいや全然いいんですけど、なんかさ自分しかわかんない、なんかそのコンディションとかありますよね。わかるわかる、自分しかわかんないやつ。そう、ちょっと声が枯れてるのかな、なんか低い。そうなんですよ、ちょっと低い。腹話術、唇の出来物まだある。